はい、どうも皆さん、こんにちは、のうちです。皆さん、昨日眠れましたでしょうか？僕はちょっと眠れなかったですね、本当に。いや、昨日本当にすごかったですね。ということで、まあ本日はね、まとめ動画やっていこうかなと思いますけども、まあこの動画ではですね、テレビアニメ無限列車編の方をまとめていこうかなと思います。で、まあ次回の動画で遊郭編をまとめたいなと思うので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、ということで、早速やっていきましょう。はい、まずね、テレビアニメ鬼滅の刃無限列車編ってそもそも何なのって、テレビでやるのっていう感じなんですけども、まあ、こんな感じで全7話ですね。全7話で、無限列車編をより深く、さらに掘り下げて物語を描く感じとなっております。なのでね、映画でこうやったと思うんですけど、それをねこうテレビアニメに持ってきて、さらにこう深く掘り下げていくっていう感じの物語になりますね。で、第1話なんですけども、第1話ね、なんと完全アニオリ新作エピソードということで、まあ誰も原作を読んだことないし、まあちょっとね PV で出てたこの人とかね出てくるんですけど、これ誰と誰ですかっていう感じでね、まあ僕はちょっと一瞬サイコロステーキ先輩に見えちゃったんですけど、まあそんなことないよねと。で、僕の友達はね、なんか炭治郎髪切ったとか言ってたんですけど、うん、これ炭治郎でもないのでみんな知りませんよということで、いや誰やねんっていう感じですね。でね、2から7話はこんな感じで、まあ、無限列車編映画でやったやつをプラス新規カット70カットも追加してお送りしますよということで、めちゃめちゃ追加しないっていう感じですよね。もう無限列車編ってあれもう完璧な映像なんですよ。あれでさえもう原作の5倍くらい掘り下げてるっていうか、こうアニオリが追加されてるというか、もう本当に満足感のいくエピソードだったんですけども、さらに70カットも追加ということで、もうちょっと笑えないですね。もう神ですね。はい、いや、ワンチャン本当煉獄家に行くエピソードまでやっちゃうんじゃねえかっていう、いやもう本当どこ追加すんのっていう感じですよね。めちゃめちゃ楽しみな内容となっております。でね、これなんで映画でやったのにテレビでもう一回無限列車編をやるのかっていうことなんですけども、これね制作意図っていうことで、まあ公式さんがねツイッターに上げられていたんですけども、まあこれはまあ立志編とまあ遊郭編の間に映画がこう入っちゃってるじゃないですか。だからまあ映画見に行けてない人っていうのはなんかついていけなくなっちゃうストーリーになっちゃってるじゃないですか。だからまあ同じこう共通のテレビアニメという形で無限列車編をまあつなぎ直すっていうことで、まあさらに新作をこう掘り下げて映画見に行った人も楽しめるような映像となってるみたいです。これは本当に制作陣神ですね。本当にありがとうございますっていう感じですね。でね、こちらの放送日なんですけども、放送日はもう間もなく10月10日日曜日11時15分より放送となっております。もう2週間後ですね。え早すぎる。めちゃめちゃ楽しみだね、本当に。で、まあフジテレビ系列で最初にこう放送して、なんかこう1週間遅れぐらいで東京 MX とか BS でやるみたいなので、もう最速放送はフジテレビとなっておりますね。そしてですね、配信情報も出ておりました。こんな感じで10月11日の月曜日の夜0時より配信ということで、もうテレビで放送し終わった後間もなくすぐ配信ということで、ほぼ同国の配信となっておりますね。配信サイトはこんな感じでめちゃめちゃ盛りだくさんとねなっておりますよね。なんかもう皆さんが加入されてる配信サイト絶対どれか一つは入ってるんじゃないかなっていうぐらい豪華なね配信内容となっております。で、アベマ TV は最新話無料で見れるので、もう本当に実質無料、完全無料のねコンテンツとなっております。キービジュアルはこんな感じでめちゃめちゃかっけー。でね、最後にこれなんと新規のオープニングエンディング、まあテレビアニメでやるということなんで追加されたみたいなんですけど、こちらということで、リサさん再び帰ってきました。なんと無限列車編で主題歌ホムラを歌っていたのに、また新しい無限列車編で新しい音楽を、まあ、書き下ろすというか、まあ、歌うということで、あれこれおかしくなっちゃうな、やばいですね本当に。で、まあオープニングテーマ明け星、エンディングテーマ白金ということで、明け星の方はですね、なんと PV で聴けるよということで、まあ本当にめちゃめちゃ楽しみなね内容となっておりますね。いやもう本当にね、リサさんありがとうっていう感じですね。で、まあオープニングテーマ明け星、僕さっき聞いてきたんですけども、 PV で、いやーめちゃめちゃかっこよかったです。はい、もう文句ないっすね。うん、もうなんか無限列車編になんか新しくオープニングがつくってだけで、なんか毎話毎話さらに盛り上がる、そんな感じがするので、本当にうん楽しみな内容となってますね。はい、ということでね、完全新作テレビアニメ鬼滅の刃無限列車編ということなんですけども、まあこちらはもう10月10日からスタートですよ
よということで、皆さん秋アニメは無限列車編となりました。遊郭編のことについては後で別の動画でお話ししたいなと思います。そっちの方がね盛りだくさんかなと思います。どうですか、皆さんどう思いました？僕はもう本当にこんな隠し玉を持っていたのかと、秋アニメはこれだったのかと、まあほぼ実質ニクールアニメみたいな感じになっているんで、本当にこれは本当に楽しみなすごいっすね。本当にこんな無限列車編もう一回見れちゃうなんてマジで神だねっていう感じですね。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画が良かったよという方はね、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。この後遊郭編の動画上げたいと思います。はい、そっちちょっとやばいんでね。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。